Hi everyone, it's Jasmine. 今日は考えを言うフレーズを一つ教えたいと思います。It can't be は何々なわけがないという意味でよく使われるフレーズです。例文で It can't be true で、本当なわけがないようになるんですけど、ここの最後の部分を、一つ置き換えるだけでいろんなパターンができるんですね。で、例えば It can't be real 本物なわけがないよとかIt can't be a lie 嘘なわけがないよって、すごい短い文章なんですけど使い勝手がいいので、ぜひいろいろアレンジしてみてください。 Thanks for watching ありがとうございます。